皆さんこんにちは。今日はですね、髪型セットの動画を作っていきたいと思います。結構ねリクエストが多い一つなんで、で今回は僕の髪型セットになります。なんでね、このやり方がいいとかそういうわけでもなくて、全然ただ僕の髪型の仕方を紹介するっていうだけの動画になります。で今回使うワックスはこれになります。結構ね日本の薬局とかに売ってるやつ、ウーノか。髪の毛ある程度濡らして、で、拭き取って結構乾いてきてる状態で、これからドレイヤーしてきます。僕のドライヤーのやり方としては、基本的に最初に全部一緒にバーってやって、ある程度乾かした後にこの前髪のところをクイッとひねって、するとこの前髪にボリュームが出て、乾かした時にねワックスつける前にねもうこんな感じでボリュームが出てる状態なんで、ワックスつけた時にすぐ立つっていうかやりやすいです。乾かしたこの感じがワックスつけた感じになるんで、この乾かした時点でなんかセットの形がなんかあんまりいいようにできなかったら髪濡らしてやり直した方がいいです。乾かした状態がすでに悪かったらもうワックスつけても悪いままなんで、ここら辺を上げて、横はできるだけピタッてボリューム出ないようにしてる。いい感じでしょ。ちょっと鏡でチェックさせて。OK、 いいでしょう。で、今回使うのはさっきも言ったように、このジェルとワックスが混ざってるやつ。これが適当に。マジ、クセ毛の人とか髪の量が多い人はね、このワックスマジでおすすめする。ジェルなのにワックスも入ってるから、髪セットするときにね、すごいね、動かしやすいし。セットしやすい、マジで。あとね、安いしね、どこにでも売ってる。で、セットするときはもう適当にこうやって後ろにボーッて立ち上げて、で、最後は出して。で、これのね、好きなところはね、出来上がり、今はまだ柔らかいけど、出来上がるとパリッっていう感じになるんで、髪の毛垂れてこない。ここがなんかジェルが入ってるいいところ。ワックスの感じのなんか柔らかさが最初あって、完成したらジェルの感じのパシッっていう感じ。最近ねルパン三世になってきたって言われてる香川からルパン三世みたいって、ヒゲハが生えてきてからこんな感じかな。完成感じいいんじゃないですか。こんな感じでまたなんか違うスタイルがあれば動画で紹介します。チャンネル登録してない人はチャンネル登録してください。いいねもね忘れなく。では次の動画でお会いしましょう。ちゃんと一周した方がいいって。